はい、西くんです。今回はですね、 CBG エヴァンジェリストとは何なのか、実際どんなことをしていくのかについてお話をしたいと思います。煙見えないかですね、エヴァンジェリストっていうのはキリスト教で伝道師という意味があります。最近はですね、 IT 用語とかでも使われていて、要は、広める人ですね。これこういいですよ、こういうふうに言われてます、こういう効果があります、こうなんです、よかったらどうですかみたいな感じで広める人ですね、のことをまあかこつけて言ってるだけです。要は CBG 広めてますってだけですね。で、まあ実際僕はいろいろとね、あの精神科に通うことになったのが去年ありまして、しかし CBG で回復し方をきっかけに広めていたい、それを仕事にしたいと願いをして、でまあエヴァンジェリストという肩書きを CBG に精通した人からもらいまして、実際に始めていくことになったという次第であります。まあ、僕はですね、正直もともと心強かった方なんですね。自信があった方、まあ、でなきゃね、こんな障害者のくせにあの、ね、アダルト業界とかいろんなところに行って堂々とやってこれなかったってね、心は強かった方だなんですけど、しどちらかといえばね、でも僕の周りはホストやってた時期もあって、アングラー界隈、ナイト業界っていう人たちと会う中で、あ、なんかね、精神的に不安定な人っていうのは、まあ、それなりに見てきて、知識としてはあるけど、気持ちが、自分は体験したことがないから、知識でしか分からなくて、ちょっと理解して言うのが難しいなと思ってたら、まさかの自分が実際になりまして、分かったのは、あの精神的にね、余裕がないと、当たり前のことができなくなるっていうことをしたんですね。あの友達とのコミュニケーションとか、普通に食事をするだとか、あとは経済的なね、お金の管理だったりとか、何もかも精神的に余裕がないとできなくなったってことを知って、あ、精神の健康って本当に大事なんだなって思いまして、だからね、実際精神、あの人よくあの約束破るけど、裏切るけど、あ、精神的に余裕はなかったんだっていうことをこっちで気づいたりして、あ、精神を安定保つって大事なんだなと思ったのが、まあ CBG、 まあ CBG じゃなくてもね、安定できるならいいんですけど、その手助けとしていいなって思ったのがあるのと、あとはね、がんに本当に効くならば、まだね研究段階のとこもあるんであれですけど、 CBG ががんに効くなら、僕はがんたくさん経験してきたので、抗がん剤とかいろいろやってきたので、救える命があるなら、もしくは少し穏やかに治せるのなら、ぜひ広めたいなって思ったのと、あとは僕、自宅で仕事したりゲームしたりするときね、やっぱり CBG は集中力が目に、ね、手に入るっていうので有名なんですけど、スポーツ選手とかが特に集中力とかのために CBG を使ったりしてるんですけど、仕事でもゲームでも、オンライン対戦ね、ゲームでも何にしてもすごく集中力が助かるなって意味で、なんか集中したい時にはパフォーマンスを向上するために使ったりとか、まあ他にもですね、睡眠、ストレス、食欲、肌、予防医学、あとはダイエット、あとは免疫力とかね、あの当たり前にみんな必要なはずのものがサポートしてもらえるっていうのはありがたいなと思って、いや、ありがたいというか、むしろ必要なんじゃないかと思って広めたいと思い、 CBG エヴァンジェリストという格好つけた肩書きをもらって、実際にこの CBG 業界に入ってきました。まあね、あの大麻草由来ってだって言ってダークイメージがあるじゃないですか。実際に CBG を顔出しで名前出しで堂々って言ってなかなかいないんですよ、少ないんですよ。でもですね、僕の場合ね、もう障害者に性のタブーを掛け合わせてアダルト業界に行ってた中で、イメージってむしろダークな方が美味しいんじゃね、これ僕が広めたら面白いことになるんじゃないかと思って、本当に悪いものは僕ね、広めたら犯罪者になるかもしれないし、人を傷つけちゃうから嫌ですけど、これは信じられると思った上で堂々と広報エヴァンジェリストをさせていただいてます。というわけでね、まあもしいいなと思ったら使ってみてくださいぐらいにしか話せないんですが、具体的に、ショップ運営もしてるので、ショップについて今度お話をしたいと思います。このチャンネルは毎日19時にアップしてますので、よかったらチャンネル登録もお願いします。ありがとうございました。